今回はそのベシケユニットの変形ユニット6枚組を作っていきたいと思います。以前作ったのが見にくかったということなので、今度はうまく分かるように取りたいと思います。まずこれを半分にこう折ります。で、また半分に折ります。で、広げてこう真ん中に合わせて折ります。反対も同じように折ります。で、半分にまたここも折ります。で、こっちも半分に折ります。で、ここをこう折って、反対もこう折って、裏返してこうやって折り目をつけます。で、反対も折り目をつけます。で、戻して、ここをこんな風に折ります。こんな風に折ります。で、反対も同じように折ります。で、これをここをこう裏返して、こっちも裏返して、これとこれを中に入れます。こう入れて、こう入れて、で、ここをこう折ります。で、こっちもこう折ります。これで基本ユニットは完成です。で、これを6枚用意しましてあるので、早速組んでいきたいと思います。まず3色を1箇所で入れて、で、こうやって3色をまず、抜けちゃったな。入れて、こう3色をまずこう組みます。ああ、抜けちゃうな。で、3色を組んだら、ここの色をここに組む感じで、対角線上になるように色が
組んでいけばバランスよくなります。ここが茶色でいいのかな。で最後に反対、ここの反対側オレンジを入れて、まあこういうユニット折り紙の最後は入れるのは難しいですね。これで、これで形を整えてやれば出来上がりですね。これでまあ変形ユニット6枚組の出来上がりです。今回は以上です。